やってまいりましょう。手持ちのつむすべて紹介しようまで終わりません。続きましてはウッディですね。サイズ LL サイズなんですけれども、まあ、残念ながらね、初期のプレミアムつむになりますので、 LL サイズという超強力なスキルを持っていながら、スキル範囲を持っていながらも消せる範囲は非常に狭いというね。これが多分ね、後発組の方だったとしたら相当消せる範囲広かったと思うんですよ。だからそこがね、どんだけウッディ出るんだってね、多分当時ガリッガリにやってた頃なんかってのは思ったんですけどね。注意って言って、ほら24、ね、LL サイズもあって24個しか消せないんですよ。なかなか範囲狭いと思うんですよね。いきますよ。注意、ほら23とかですからね。だってさっきマイク、ハッピーマイクやってたんですけど、彼 S か SS サイズかだったと思うんですけど、29とかね、消せますからね。やっぱ後発組のツムの方が、まあ、範囲は広いんですよね。まあどうしてもやっぱり、まあ、遊戯王カードとかもそうですし、いろんなね、ドラクエとかポケモンとかで、やっぱり後から出てくるポケモンとか、それからドラクエだったらモンスターとかの方が、まあ能力値が高く割り振られるっていうのもありますからね。どう考えてもダークドレアもあんなもん卑怯だろみたいな感じがしますからね。ほい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 。てて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 。ウッディか。ウッディは、そうだそうだ、バズライトイヤーの貯金箱を持ってたな。なんかね、お金を入れてその金額によって音楽が長かったりしょぼかったりっていうので、なんかタンタタタ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 タタタタンっていうような感じの音楽が流れたりしてたんですよね。懐かしいな。それを今ちょっとふと思い出しましたけどね。はい、ということで真ん中にね、警察バッジを出しながら中央を消去してくれるというつもりでございました。ではまた次回。